初代のお父さんがやられてたんですか、うん、お寿司屋さんって言ったら、キーが高いイメージがあるじゃん。小さい子供からご年配の年寄りさんまでね、万人受けするようなお店ばしたかって言って、おうどんやったらほら、手軽に食べれるような感じでしょ。逆に今もそのうどんに火がついてるっていう感じですよね。地元では、寿司マサというより、うどんマサという。これにプラス肉うどんみたいな。そうそう、この身で海苔を包んで食べてもらうっていう。鹿島って海苔の産地なんですよ。有明海苔館ね。土曜日日曜日はこのセットがだいたい100前後でますよ。なくなっちゃきりなくなっちゃきりみたいな。海鮮丼とミニのうどん、はい、美味しいですか？うん、美味しいです。最高。美味しそう。ありがとうございます。ここに温玉、よし。あと継いだ味はしっかりしてないかなっていうか、父ちゃん母ちゃんが守ってきたお店のれんまね、やっぱ簡単に崩すわけに関してもう本当毎日必死ですよ。48年。お母さんと仲いいんですかって今聞いてるんですよ。いや、ラブラブじゃないか。お腹のとこ。タイマーなったよ。はい。お任せとジョーです。こちらのこれがサワラやろ。ヒラマサ、あと天然のタイ。5.9 キロだった。うろこの飛ぶよ。もう1個のお店の鮮魚店の食ったけど、ここは今日はマグロと養殖のカンパチと、あと養殖のタイは頼んだ、はい、安定して脂のあるとはやっぱ養殖がほら絶対、そうですよね、餌は食っとるけどね、うん、太っとるよね。天然物のほらもうそれこそ天然やけん、やっぱ当たり外れの多かです。油、はい、の中天然物よりも養殖の方が美味しかったりするからですね。僕は思うんですけど、養殖の魚のが主流に、まあ、今なってるけども、まださらになってくると思うんですけどね。旬が少しずつやっぱずれてきよるよね。温暖化の影響とかで、今の時期になんで黄金油あるとやっていう時もやっぱあるもん。1月の2月ぐらいまではね、ヒラメとかが一応主流なんですけどね、3月入ってタイが美味しくなる季節になってきてますからね。今の魚屋さんはあの佐賀の伊万里ってとこから来てるんですよ。はい、これヒラマサです。これで 6.1 キロやったかな。ちょっとヒラスが 6.1、 サワラが 5.9、 天然代が 5.3 キロ。もう太ことは10キロ、15キロ食いてるんですね。でもあんまり大きいのも使いにくい。だから、さばき具合でちょっとしにくい時がありますね。はいはい、この子は、鱗がないんで、サワラも今が、魚に春でかくてね。うちはもう、あ、今の子息子です。長男坊、ヒラマサですね。
中にこう血合いが入ってるんでね、掃除してね、うん、魚によってなんかさばき方とかって変わるんですか？全然違います。これは三枚おろし、そこそこ油あるね、身がピリプリプリしてるね。結構丼ばっしゅるけんですよ、お昼海鮮丼だから結構魚使うんですよね、 量を使うね、魚を使う量はやっぱ間違いないと思います。だからこうやってサワラって柔かげん身の割るって人が身割れ、はいはい、うん、これをカウンターに持っていくと、これでカウンターでさばく。水の式ランキング4色と思うけど、マグロの入ってくるよ、ボーン。手にいろいろ天然もん天然もんとか言うけど、考え方によっては養殖の方が全然油がある、美味しいって感じるのはやっぱ養殖の方が美味しかったりしますよね。先入観ですよ、先入観。やっぱお店の人がそこやって言うて言うたらね、やっぱお客さんもおーってやっぱなるでしょ。僕らはもうその時のいいものを使うって感じで、別にそこまでこだわりはないですけど。何歳の時にお店を継いだというか。僕は婿養子です。嫁さんが本家本元の。もともとなんか何のお仕事されてたんですか？もともとは全然畑違いの仕事がしてで、結婚と同時に、はい、この仕事が始めたんです。毎日こうほら魚とか状態も違うし、はい、良かったり悪かったりするんで、なんか人生そのものやね。あ、でもこういう仕事嫌いじゃないんで、お客さんとね、はい、こう話しながら仕事できるって最高ですよ。でやっぱほらお客さんもさ、生き物やけん、はい、その日の気分だったり、はい、でね、ここに行けるとはもう全部丼行き。お昼はそればっかりっすよ。すごいっすよ、見てたら分かりますよ。あとおうどんが昔からうち有名なんですよ。うどんとかは初代のお父さんがやられてたんですか？こういうほら田舎やけんですね、お寿司屋さんっつったらほらキーが高いイメージがあるじゃん。小さい子供からご年配の年寄りさんまでね、万人受けするようなお店ばしたかって言って、おうどんやったらほら手軽に食べれるような感じでしょ。逆に今もそのうどんに火がついてるっていう感じですよ。地元では寿司マサというよりうどんマサという。毎日寝たケースの中に何並べようかなっていう感じ。自分は田舎やけん何でもせんばっていうことで、はい、お寿司屋さんは一軒しか修行に行っとらんすよ。お食とか居酒屋さんとか、まあ、焼き鳥とかも焼きやったですよ。何でもせないかんっていうか、どういう今から時代になるか分かんないやつか。皮ごと食べてもらわんばってね。ああ、なるほど。皮面とかが焼かんとで、やっぱこのままじゃ食えんですよ。明日以降で頼むことですけど、今日まで食べよう。自分が食べて美味しくないとお客さん出せんからですね。これが 5.1 キロのさっきの天然ダイだね。はい。他のお寿司屋さんに食べに行くってのはありますか？ありますよ。知ってるとこはもう多いって感じだけど、ちょっとこうどういう感じかなっていう時はこう帽子が深くかぶって分からないようにこう最終的にバレるっていう素人として生きたかどうけどね、ありのままも見たかじゃないですか。お店の人構えるよね。それがちょっとね、僕嫌なんですよ。だからネタは8種類基本的に揃えて、タイ、マグロ、カンパチ、サーモン、エビ、イカ、サワラ、卵、せーの、よし、 OK。 うわ、マグロもこう大きかったけど、捨てるとこも大型よ、これ。血合いないとでしょは。間引いていったら、これ多分10キロぐらいないよ。それが血合いの部分です、うん、ここが一番みんな取れるところね。大体この指のこう1回が大体ネタの大きさなんですよ。
ここが赤みたいね、はい、ちょっと今柵だれしてるところはちょっと油のあるところへんたいね。で赤身の部分だけ今ずっとこっちにほらここだけをこっちに置け、うんうん、一番先端のとこや身のこうなっとるけんさ、うん、ちょっとこういう感じよね。ガソリン代だ。すごい田舎やろ。もう10時か。結構バタバタなるわ。だお昼の出前の気温も。地元はここなんですか。出身は私あの佐賀県の有田町って人ですか。あの焼き物が有名なところ。有田焼きって言われてるんです。うどんの出汁だけはもう絶対俺が取るって今でも譲ってくれんです。もう何年前ぐらいですか始めたの。48年ぐらい。なんで始めたかといえば、学生では飯は食えるんだって言って、中学2年からお手伝いしてたんですよ、うん、本格的にお寿司屋さんの修行って始めたのは何歳ぐらいから。高校卒業して、自衛隊に2年間おったのね。じゃあ、20歳ぐらいですか。うん、そして8年は、28から始めたんだ。握らなくなって何年ぐらい経つんですか。10年ぐらい。うん、だからもう配達行って、あと味付けとかね。お父さん今おいくつですか。もう間もなく76になる。こだわりってあるんですか。うどんの麺もこだわったら普通まずくんでしょ、うん、でもああこれ面白いかなと思ってこの生産に行って平麺は作りたかったって締め風でっていうことで、それお客さんは麺が良かと思いさせるじゃない。違う、麺はどれ入れてもやっぱりスープさえピシャッと一つが美味しいです。どこでもある麺じゃなくして新しく機械入れて作ってる。仲いいんですか奥さんと。お母さんと仲いいんですかって今聞いてるんですよ。いやラブラブじゃなんか。あうどんの出汁は豊徳橋さん取れば。これ何を入れたんですか。サバのくず汁。サバのくず。カツオじゃなくて、ね、はい、サバの方が美味しい。カツオはあっさり方。このサバの方がちょっと重いという中に、ここからね、だし昆布を大体出し出して、お酢口醤油と塩。朝早くからやってるじゃないですか。48年。カウンター立って寿司握りながらやってたんですよ。そうです、そうです。その作り方もわからないと思ってね。友達から聞いて、それで自分で研究して。300？ もうすごい置いときなんですよ。でも回せるかどうか配達とかもあるんで。うどんも配達できるんですか。いなりも結構うち人気ですわ。そうなんです。いなりとうどん結構合うんで、で今そのどんぶりのセットが結構人気です。あ出てましたね、うん、海鮮好きな人はもうそっちが結構多いですね。この件が、あ、そうだ、あれね、たまご焼きまくてば。こういうのが緊張しちゃったよ。あえて失敗したら面白いけどな。成功すっちゃ当たり前やけど、失敗すってこと取ったら逆に絵になるかもしれんぞ。なんか全然顔つきの変わったですね。変わったろ、うん、これに貝割れと飛びっこば入れて。ミニぶっかけで普通の肉だ。肉だ。マヨネーズ入れる。そのままでよか。はいよ。お腹のとこ。はい、サーモン。おーよ。カウンターおうどんね。結構ボリュームがあるんで、ミニサイズが結構出そうですよね。うん、はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃい。3貫上がるよ。これでも落ち着いてる方なんですか。うん、コロナ前としたらもう全然そんなコロナと言うても来てもらったお客さんありがたいですね。はい。はい、いらっしゃいませ。うどん食べやすいじゃないですか、お子さんも。そうね、子供が贅沢に、ね、それが一番いいところは割安で食べれるっていうこと。うどん一杯おいくらですか。まあ肉うどんで550円。もうばって揚げてから30年ぐらい全然揚げてなかったもんね。450円で出しちゃったしさ、何十年ぐらいしてからもう揚げまいかんって言って550円になった。言われたから学校の上ですよって言うんですよ。はいはい。これにプラス肉うどんですよね。そうそうそう、タイとマグロとサワラね。この身で海苔を包んで食べてもらうっていう。鹿島って海苔の産地なんですよ。有明海苔館ね。はい、4番と2番ね。土曜日、日曜日はこのセットがだいたい 100前後でますよ。なくなっちゃきり、なくなっちゃきりみたいな。だから魚はいっぱい入れとかないかな。はい、いらっしゃいませ。一緒に家族でも来るし、それの時誕生日とかね。これがこのセット、このセット海鮮丼とミニのうどん。美味しいですか。うん、美味しいです。最高。ありがとうございます。美味しそう。何食べたの。絞りつけるよ。ありがとうございます。ここに温玉。よし、昼はもうだからずっとこんな感じですよ。正月はもう出前もあるじゃないですか。出前までもね。だけど正月はもうお店はしたり開けたり閉めたり開けたり閉めたりしてるんですよ。基本的にはもう出前メインでこう行っとって、出前出してしまったら店は開けるみたいな。はいはい。またうどんがあるじゃないですか、うん、やっぱうどん目当てで来るお客さんいるんじゃないですか、正月なんか。うどん目当て、うちうどん屋でもね、回転も早かしね。うちは寿司屋券がとかいう概念は捨てんとですね、目当てに来てもらってるっていうのはやっぱありがたいことですよ。これおしぼるよ、これこれがね、おしぼりだけで5万いくら。それとテーブルごとにロールのちり紙置いてるんですよ。でもおしぼりやってるんですよ。10円近くするんですよ、1本。こういうとこも一緒かなと思って。
あ、すみません、お待たせしました。一回釘忘れられ、もういつも繁盛です。もう私も美味しかったってね、はい、うどんがもう特に美味しかった。美味しい、美味しい、美味しい、何でも美味しいです。いいですよ。はい、お待ちどうさん。何食べられました？肉うどんと鉄火巻き。お子さんもじゃやっぱり食べられるんですか？はい、食べてますね。通われてどれぐらいになります？3年ぐらいですね。じゃあ1回来て美味しかったからまた通ってるっていうですね。昔は、ね、夜中2時までしょった。お客さんがいつ来るかわからんとにね、お父さんがもう染みようって言ってた。店をやめ、あの染みようって。そしたら私は商売の何も経験なかったのにね、お父さんもったいなかって。染めるとはもったいなかった。今はとくとくね、はよしむ、はよしむっていうことになった。そしたらもっと元気だったんですね、うん。朝シャリ用で3升洗って、はい、の白ご飯用で6升、寿司の出具合で田中だら今度2升シャリは炊いたりとか、とりあえず3222ぐらいでこういつも毎朝洗って、 9升やろう。大体年間で130から140ぐらいで、大体その新米の時期とかね、はい、9月ぐらいになってまた来年度が頼んで、毎日もそういうの売っていいんです。返して、この空気を包み込むように握る。まあやっぱこれも経験ですよね。だいたいこれで200粒とか、これで20ぐらいかな。ありがとうございます。これぐらいで握った方が今日の一口サイズ。でも上ネタの場合はちょっとネタを少し大きくするんで、シャリが大きかったらちょっとほら食べにくいでしょ。これ微妙にこう一筋目でピッピッしようとか。お任せとジョーです。ね、まあこの先もどうなるかわからんけど、ついてくれたら一番いいんですけどね、子供たちがね。でもまあ本当に時代の流れで、一番下の小学校4年生の息子は YouTuber になるじゃん。お母さんから聞いたら、昔はもっと尖ってたって。もう頭悪かし、そこは悪かし。それからもう定時制高校で働きながら行こうかっていう話までしてたら、たまたまその受け入れてくれる学校になったけん、そこに行って、我が海の母がもう手に野球部に入れてた。まあ最終的にはまあ3年間したですけどね。してよかったなっていう時もありますけどね。で、まあコカ・コーラの配達はしたかねってなって、そういうの下請けでしよる会社になったんですもんね。そこに就職して1年ぐらいしよった時に、たまたまなんか同級生がなんか長崎県 の, あの大村市ってところにボートレースがあるんですよね、はい、そこに行こうとか言い出してフラって休みで行ったんですよ、はい、そしたらなんかポスターになってて選手募集って書いてあるけど、はい、結構行けるじゃないとみたいになって受けたんですよね。それでおーってなって半年に1回3回受けた。でもうちょっと挫折して、結局またチャランポなしよった時に辞めた会社の人が再就職やなかけど今夜みたいな話になって、それで行って、で嫁さんと知り合ったんです。嫁さんはジムに入社して、はい、僕は配達で自販機に入れたりとか、まあ、お店に配達して、はいはい、結婚する条件として養子に入ってもらわないかんと半年間悩みましたけど、自分もほら一番兄弟の中でも末っ子だったんで、別にいやっつって。24同級生です。あ、そうですか。で最初1年半ぐらいおった時にちょっとここうどんしか出んなと思って、もともとここ前にいたさんが別にいたんですよ、はい、みたいに裏方仕事場しようってから、はい、ちょっともう要するに一回修行出ようかなっつって、ほら自分にプラスになることは全部吸収して帰るぞって、ここは絶対後継がないかんっていう、もうその一心だけですよね。自分お前どっからやってやっぱなるじゃないですか、お前後があるけんいいなって、もういつも言われてましたよ。何クソ見とけと思って。
福岡の時が一番自分の今の基礎のベースになってますからね。本当に厳しかったです。それが最初だったんですか。そうですね。朝来て今日からお願いしますって言って若い兄ちゃん来て家帰ったらおらんですよ。あれどこ行ったの。逃げたばいっすって感じ。もう本当そのぐらい厳しかったです。そこに1年おればどこ行っても通用するって言われたんですよ。でそこに3年おったんです。3年昔片桐のお店やったけど教えてくれないですよね。見て覚えた。うん、まあ、まだそういう感じやったけど、まあ一時悩んだ時期もあったんですけど、先輩のいい仕事なんかはいつもここにポケットの後ろにメモ帳を忍ばせて、お腹痛かけにトイレ行ってきますって言って、トイレの中でもずっと書いてます。そうじゃないと覚えれないです。覚えれない。もう必死ですよね。やっぱり持って帰ってプラスになるものはもう絶対吸収して帰るぞと思って。やっぱもう今の時代こだわりがなんかないと潰されますよね。予想にはないっていうかね、うん、それがないとやっぱもう食いにくいんでしょうね。もう基本うどんが有名やし、それは分かってるけん、それプラスアルファは自分求めとったけん、お母さんとかお父さんとか月に1回ぐらい福岡に来て、おいの部屋が掃除してくれたりとか、やっぱもう朝から晩まで気張って帰ってきたらもうすぐ寝るんですよ、やっぱ疲れて。そういうのは本当今感謝してますね。やっぱそんだけ見守ってくれてるんだって言えばやっぱり思いますね。だけどやっぱり自分もほらもう仕事で返すしかないじゃないですか。あと継いだ味はしっかりしてないかなっていうか、父ちゃん母ちゃんが守ってきたお店のれんもね、やっぱり簡単に崩すわけに関してもう本当毎日必死ですよ。どうやってお客さん呼ぼうかっつって、うどんだけやったら単価も上がらんですよ。まあ、そういう意味やっぱりね、海鮮もんがちょっとこう絡めて、まあ原価もかかりますけど、リピーターがないとこういう仕事をやっていけないんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。お母さんありがとうございました。お父さんもお疲れ様でした。また連絡